小耳ちゃん、少し時間をもらえるかな。つむぎ、いつになく真剣な眼差しではないか。ここに来てからいろいろな特訓をしてきたんだけど、もう少しやりごたえのある特訓もしてみたいと思って。ほう、その向上心は嫌いではないぞ。で、わらわにどうしてほしいのだ。陰陽師の力で何か新しい技を得得できないかなって思って、うん、いきなり言われても無理だよね。小耳ちゃんでもさすがにね。お主、誰に口を聞いておるのだ。え？わらわは神獣の王たる玉物前の末裔、大陰陽師と名高い大春日の小耳崎の早姫ぞ。無理なことなどあろうものか。それじゃあ、今のお主に必要と思う技を得得する手伝いをしてやる。早く支度をしろ。は、はい、大陰陽師様、光栄であります。一つ言っておくが、今のわらわに手加減という言葉はないからな。あちゃー、小耳ちゃんのプライドに触っちゃったかな。なんとかやり遂げた。小耳ちゃん、本気を出しすぎだよ。ふん、その気にさせたのは紬、お主だろ。自業自得というものだ。はい。疲労で甘いものが欲しくなったではないか。コンペイトを持ってきて正解だった。じゃあ私も食べようっと。おお、お主もコンペイトを持っておるとはな。モフモフのお耳と尻尾をした優しい方がこっそりポケットに忍ばせておいてくれたんだ。こんな場所にも世話焼きがいるものだな。まあ、共にこうしてコンペイトを食べるのも良いものだが。そうだよね。すっごく美味しくてとーっても甘い。つむぎお姉様は、いらっしゃる。よかった。よく寝てますけど、起こした方がいいですよね。つむぎお姉様、起きてください。あれ、イオちゃん。はい、つむぎお姉様、起きてくださってありがとうございます。もう朝。って、また知らない場所だ。そうなんです。目が覚めたらここで、鋼さんも小耳さんもいなくて。はぁ、また泡沫空間ってのに迷い込んじゃったんだ。だと思います。まあ、出られるだろうけど、何度もこんな目に遭うのもな。私は少し嬉しいかも。え、そうなの？紬お姉様と二人ならですが、一人で迷い込みたくはないですね。ああ、そうだね。こんなとこに一人っきりってやだよね。紬お姉様と二人ならと言ったことの意味を分かってくださらない。イオちゃんと二人なら結構楽しいしね。さーて、いずれは出られるとしても、じっとしてるのもなんだし、何かする？何か、ですか？こんな時の定番としては、恋バナか怪談だよね。恋バナ。あ、その、
ら階段。場所も雰囲気あるしね。元気ですね、紬お姉様。冥界で階段ですか。元気なのが取り柄だし。さすが紬お姉様です。期待されたらやるしかない。なんか怖い話あったかな。あ、あれがいいかな。あのね、これは私の友達のお姉さんの同僚のいとこが体験した話なんだけどね。他人ですね。お仕事の帰りが遅くなって、電車が途中でなくなって、あ、電車ってわかる？大きな乗り物のことなんだけど。大きい乗り物、船のような？そうだね、地上を走る船みたいなものだと思ってくれればいいかな。たくさんの人を運べるの。船が地上を。紬お姉様の時代はすごいですね。それでね、一駅分歩く羽目になったんだって。それは夜なのに辛いですよね。私は仕事柄慣れていますけど。ほえー、さすが忍者はすごいね。こっちじゃ街灯もないだろうし、真っ暗でしょ。はい、紬お姉様のところは明かりがあるんですね。うん、朝になるまで明かりはつきっぱなしだね。はあ、ろうそくも油も高いのに。スマホを手にとぼとぼ歩いてたら、後ろから足音が聞こえて、一人よりいいけど変な人だったら嫌だなって振り返ったら。振り返ったら誰もいなかったんだって。怨霊でしょうか。それなら普通は足音も立てませんが。くっ、忍者ならではの発想。違いました。歩き出すと足音がするのに、振り返るとやっぱり誰もいなくて、怖くなって走り出して、すると同じスピードで足音がついてきて。それは相手に脅されていませんか。艦長なのを知られたとかですかね。いいよちゃん、忍者から意識を変えようか。これ階段、幽霊話だから。あ、申し訳ありません。せっかく紬お姉様がお話ししてくださっているのに、私ったらとんだ失礼を。まあまあ。で、怖いからスマホで友達と会話して、カメラのフラッシュで照らせば見えるじゃん。あ、カメラのフラッシュっていうのは明かりのことね。すごく眩しい光だと思って。はい。それで振り返った瞬間にフラッシュ撮影したら、やっぱり誰もいなかったんだけど。ダメますね、紬お姉様。誰もいないはずなのに、カメラの画像の方には骸骨が。骸骨が？こんな？そう、こんな。ギャー！参りましょう。足元に注意してください。その調子です。やっ、ここだ。
で倒せそうです。豆返し。と、こんな感じかな。さすがです。人具変化の術起きました。やりました。イオちゃんの忍術もっと見せてほしい。気合を入れ直した方が良さそう。とヤッホー、いけ。とヤッホー、とやれるんだよ。中身のない忍術は惨めですよね。当たりしてたからね。あんな悲鳴を上げるなんてみっともない。せめてイオちゃんのようにキャーとか可愛く。え？ギャーはないよね。私女子力低すぎ。シクシク。そんなことないです。私こそ抱きついてしまってすみませんでした。私ったら私ったら、紬お姉様に抱きついて、お姉様もしっかり抱き返してくださって、まだ紬お姉様の感触が明日ないって思われたら。イオちゃん、うつむいちゃってどうしたの？あれ？耳が赤い？見ないでください。え？なんで？あ、そっぽ向いた。だから見ない、回り込まないで。イオちゃん、どうしたの？お姉さんに言ってごらん。言えません。
ません。もっとずっと抱き合っていたかったなんて。紬お姉さまの柔らかい感触をもっとだなんて。イオちゃん、そっか、言えないよね。鋼さんや小耳ちゃんと違って私頼りないものね。調律の巫女としてもまだまだだし。はあ、紬お姉さま、違う、紬お姉さまを傷つけてしまった私ったら、なんてことを。でもさもしい下心なんて言えません。ごめんなさい、紬お姉さま。ああ紬お姉さまは頼りなくなんてありません。かっこよくて綺麗で私の憧れなんです。それだけは忘れないでください。言えないのは恥ずかしいからで。イオちゃん、いつも励ましてくれてありがとうね。へこんでないでもっと頑張るよ。はあ、紬お姉さまが抱きついてくださった。柔らかくていい匂いがします。ダメダメ、紬お姉さまに知られたら。何か話題を変えて気をそらしましょう。紬お姉様、ん、僭越ですが今度は私が戦国の怪談をお話しします。あ、戦国の怪談、それ怖そう。それほどでもないのですが。実話系？はい、私の体験談で。友達とか同僚とか親戚とかじゃなくて、イオちゃんの体験談？うわー、すごく期待されてしまった気がします。こんな時代ですから、合戦場跡というのはたくさんあるんです。ワクワク。ある時その合戦場跡地に探し物に行くことになりまして。イオちゃん一人で？いえ、同僚と上司もいましたが、広い合戦場なので手分けして探すことになりました。それ結局一人と変わらないね。まあそうですね、まだ合戦から月日が経っているわけでもなく、血や腐肉の匂いが漂っていて、辛いといえば辛かったです。イオちゃん、探し物は小さいので首のない死体を探って。ああ、階段じゃなくてもすでに怖い。さすが実話の威力。紬お姉さまの抱きつきが強くなりました。不謹慎ですが至福。探し物は見つかったの？はい、そこが階段なのですが。あわあわ、しがみついてくださって。このまま話を続けたらずっと密着。うふふ、あー、イオちゃんが笑ってる。いー、思い出して怖さで壊れた。イオちゃんしっかりして。あ、私は大丈夫ですよ。そんなに怖い話ではありませんし。そうなの？合戦跡には輪行がよく飛ぶじゃないですか。その一つが。輪行？もしや人玉？人玉なのかはわかりませんが、割と見るので。わりと見るんだ。怖がる紬お姉さまがお可愛らしいです。それでそれで？ふわりと飛ぶ輪行がまるで私を呼ぶように。紬お姉さま、少しお力が。あ、ごめん、痛かった？怪我してない？
思いっきりしがみついてた。ごめんね、イオちゃん。大丈夫ですよ。ああ、密着度が下がってしまいました。残念。いえいえ、紬お姉様に嫌われないように冷静に。それで輪行が一つ私の前を飛んで埋まりかけの死体にスーッと入っていって、何かあるのかと掘り起こしてみたのです。鎧や刀などは剥ぎ取られてわからなかったのですが、よく見ると下衣の布が上等でした。偉い人だったってことかな。はい、身分が高いお方だったのだと思います。きっと印をあげられ、装備も機器として駆られたのでしょう。そのせいか、鎧狩りの者たちも見落としたのかもしれません。ひっそりと布に包まれたものが泥に埋まっていて、それが私たちが探せと命ぜられたものだったのです。イオちゃんのお手柄ってことだね。ご褒美をいただけました。よかったね、人玉様々だね。はい。何だったの？あ、言っちゃいけないことなら言わなくていいよ。その探し物とは笛でした。小さな、その家に代々伝わっている笛なのだそうです。へえ、由緒正しいってやつだね。遺族からの依頼だったのですが。お亡くなりになったのは気の毒だけど、遺品が見つかってよかったね。ですが、一番喜んだのは亡くなった笛の主かもしれませんよ。え、なんでそう思うの？聞こえてきたからです。なにが？イオちゃんがためる！笛の音です。やっぱり！その時笛は私が持っていて布に包まれていたのに、確かに聞こえたんです。少し悲しそうな、でも嬉しげな笛の音が。泥に埋まって朽ち果てなくて済んだのが嬉しかったのではないでしょうか。死体が？霊がではないでしょうか。キャー！いいお話だけど怖い！なまじそこに死体があるだけに怖い！怖いならまたしがみついてくださっていいですよ。現場にいたイオちゃんもなんか怖い！ガーン！紬お姉様が私に触れるのが怖いと。唖然です。愕然です。呆然です。うん、わかった。これは冥界で怪談なんて不謹慎なことをしてた私たちが悪かったです。リアル怪談は封印です、マジで。次は明るい話題にしようね、イオちゃん。そうですね、私も心から反省します。イオちゃん、さっさとここを出よう。はい。ほーら。紬お姉様、私に触れるのも怖いんじゃ。さっきはちょっとだけね。もう平気。てか握ってください。まだ怖いから。